3時のドリル。さあ、時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞論説委員長、橋本和之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さん、今日のメッセージテーマが〇〇の中に一人なんですけども、あります経験？〇〇の中に一人ってちょっと違うかもしれないんですけど、昔国土交通大臣が清水港かなんかの視察に来たんですよ、で、だからフェリーかなんかに乗ったんですけど、で、まあ多分取材にみんな行くじゃないですか、はいはい、で視察なんでそんな重要じゃないっていうか、うん、みんなその関心薄くてですね、うんうん、フェリーまで乗り込んで取材したの僕一人だったんですよ。ほほで通常ほら大臣と取材するとこう、囲みたいな、まあ、みたいな感じなんですけど、はいはい、1対1で大臣ってめちゃくちゃのお付き多いんですよ。SP の人とかね。まあそれもそうです。はい、そう国土交通省のもいるし、出先の人とかも来たり、あと県のまあ施設、まあ、清水が管理してますが、県の職員とか、で周り、めちゃめちゃ囲まれて、その中に1対1。その中でマスコミ一人。逆に取材しにくかったじゃないですか。ちょっとインタビュー、最初からインタビューなら別にいいんですけど、なんかその普通の囲み取材をやるつもりで行ったら1対1で、しかも周りにめちゃめちゃ人多いっていう状況だったんで、ちょっとやりにくかったです、ね、逆にやりづらいっていうね、それはありますね。囲みの方がやりやすかったかもしれません。いや、面白いですね。さあさあ、そんな静岡新聞論説委員長橋本さんと一緒に取り上げます今日の静岡トピックスはこちらです。インド・ニューデリーで開かれたユネスコの世界遺産委員会は、新潟県の佐渡島の金山の世界遺産登録を決めました。登録に慎重な姿勢を示していた韓国も同意し、全会一致で決まりました。日本の世界遺産は文化21、自然5の合計26件となりました。さあ、というわけで、世界文化遺産ということですね、はい、佐渡島、はい、金山、うん、ちょっと五輪中で、五輪の話で、新聞も、まあ、それ一緒みたいになってますけど、ね、まあ、これは日曜日の紙面に大きく取り上げられてたんで、ちょっと、はい、まあ、後で話しますけど、本件にも関係があるということでね、うんうんうん、記事もあったように、日本の文化遺産としては21番目で、自然遺産を含めると26番目ということで、静岡県 の世界遺産というと富士山、はい、それから、明治日本の産業革命遺産の一つである韮山反射炉、反射炉、はい、新潟県では初めてです。あ、新潟県世界遺産初めて、はい、こちらの表を見ましたけど、うん、で韓国との、歴史問題で登録が当初の想定より遅れましたけれども、まあ、そういうこともあって、地元としては、まあ、喜びもひとしおということのようです。佐渡では、登録を決めたユネスコ世界世界遺産委員会、うん、パブリックビューイングが行われて、あ、はいはい、登録を祝うイベントなんかも開かれてたようですね。行ったことないんですよ。佐渡島ですよね。そうですね、佐渡金山、はい、まあ、なんか歴史とかで少しこう出てきて勉強した思いがあるんですけども、詳しく分かってないので、ちょっと、はい、まあ、改めてこの佐渡金山説明していただけますでしょうか。はい、僕もそんなに詳しいわけじゃないんですけど、佐渡島は日本地図で、はい、新潟県で、の左上に、うん、位置する、そうですね、船をこう2つ並べたような逆 Z みたいな、はい、逆 Z、はい、特徴的な島なので分かりだと思うんですけども、うんうんうん、で佐渡金山というのは島内にいくつかある、ね、ちょっと資料見たら55とかって書いてあったんですけど、はい、まあ、鉱山がありまして、うん、まあ、そのうちの金山の総称ということ で、うん、で今回その、日本政府が登録推薦して登録されたのが相川鶴子金銀山ですね。相川鶴子金銀山、はい、うん、はい、あと、西三河、金山ということですね。はい、で、その西三河、砂金山ですね、ごめんなさい、はい、砂金ですね、西三河砂金山などは平安時代
より前からあの歴史があるという話です。あの1601年に、徳川家康の所領となって、うん、でこの年になんか金脈が新たな金脈が発見されたということで、江戸時代を通して幕府の財政を支えたという歴史があると。めちゃめちゃ取れたんでしょうね、はい、で鉱石 の, その採掘か採取からあの精錬まで手作業で手工業ですね、手工業で行っていた時代の遺構が残るのは、はいはい、世界でも類があの例がないということで、世界文化遺産に登録されたということですね。で、あの明治時代に機械化が図られて、1896年かな、はい、に、民間に、払い下げられました。で、戦時中はあの軍需物資として銅をあの優先的に生産して、戦後にまた金銀を生産したということですね。で、だんだんそのいい鉱石が取れなくなっていったので、はい、まあ、最終的には1989年に操業をやめたということ で、うん、でまあ、400年間で金が80トン80何トンとかっていう数字があるようです。80の前後ですね、はい、から、銀は2000数百トン産出したということです、うん、で、あの金の産出だと国内でいうとあの鹿児島に、ひしかり鉱山というあの、まあ、桁違いに埋蔵量が多くて今も採掘がされているところがあるんですけども、はいはい、あのまあ、銀も合わせて取れるその鉱山としては、日本最大だということで、金銀の鉱山として日本最大ということのようですね、はい。あの新潟県は静岡県と観光振興で連携してますから、うん、まあ、あの先ほど申し上げたように静岡県としても無関係ではないということで、この新潟と静岡の観光振興の話はこのコーナーでも少し勉強したことがあるんですけども、ちょっとそこも改めて教えてください、はい、あの前の川勝平太知事がですね、はい、まあ、山の国というあの、うん、の提唱してですね、はい、まあ、山の国ってどこかというと、うん、まあ、新潟、うん、長野、うん、山梨、はい、静岡の縦のラインですね。縦ラインですね、はいはい、観光連携を呼びかけたということを、まあ、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、うん、であのちょうど新型コロナの感染拡大で消費低迷が問題になっていた2020年ですね、うんうん、はい、この、4県で相互にその観光の振興とか、うん、農水産物の、消費拡大に取り組みましょうということで始めました、うんうん、で、あのバイ富士の国とか、はい、バイ山の国とかっていうあります、ね、銘打って、うん、まだやってますよね、直売会とか、はいはい、物産展などをあの開くということを始めたわけですね、うんうん、であの観光であのその佐渡金山とですね、うん、から、伊豆の土肥金山、土肥金山、はい、はい、結ぶ、まあ、約570キロぐらいのルートになるらしいんですけども、うん、あの長野と、山梨もそれぞれ金山あるもんですから、はいはい、そこをつないだ、黄金街道、街道はあの、はい、あのアルファベットにして、はい、表記するやつですね。金山をつないでいくという、あ、そうですね、はいはい、目打ってあの国内外から観光客を、誘致しましょうという、うん、取り組みを始めたということですね、うんうん、であの先日お話したようにですね、あの外国人客は、三大都市圏に集中、はい、してるっていうのが実情なんで、うんうん、まあ、それとは違ったその田舎の良さというか、まあ、あの地方の良さの魅力を、生かして誘客につなげたいということで、23年に取り組みが始まったということですね、はい、であのまあ、このコーナーで僕はこの黄金街道のことを知ったんですけども、はい、土肥金山とそして山梨長野そして最後の新潟の、はい、佐渡金山結ぶというね、はい、これ結局川勝平太が知事が元知事がやったことですけども、はいはい、成果はどうだったんですか。そうですね、うん、まあ、成果というとなかなかまだちょっと始まっあの、まあ、そこ1年難しいところも、ね、はい、あると思うんで、ただあの、まあ、山さんは聞いてたから知ってたかもしれないですけど、国内で浸透してるかっていうと、いや、そうだ、いや、静岡の人もどれぐらい知ってるんですか、黄金街道、はい、あの多分全然、まあ、浸透してないと言った方がいい、浸透はしてなかったか、実情だと思いますけども、あ、まあ、あのでも今回その、佐渡の金山がですね、はい、世界遺産に登録されたということで、うん、まあ、注目度が一気に上がると思います。なかなかあの前の知事がやってたっていうのということだと、はい、まあ、引き継ぐ場合もありますけども、うん、知事変わっちゃうともう何のことだっけみたいになるかの、そうですね、こともまあまあ、あるじゃないですか、うん、なんで、まあ、でもせっかくその4県が連携してて、今までそのあの、まあ、静岡ってやっぱり横の交通が中心で、そうですよね、うん、あのまあ、うん、
神奈川だったり愛知だったりとかって、ね、あと東海とかっていう感覚はありますけど、うん、はい、縦のラインってなかなかあんまり意識してなかったと思うので、分かります、これの4県でその連携しましょうっていう、そのなんていうか視点っていうのはなかなか素晴らしいものがあると思うので、はい、まあ、あのこれからですね、うん、あのこの佐渡 の、まあ、あの国際的にも注目されるということになると思いますので、うん、それを機にその、せっかく始めたその連携をですね、うん、まあ、もっとその活発化させて、うん、いろんなアイデア出していって、うん、ということで、なかなかあの1日でその佐渡から遠いまでは佐渡遠いわ、そのルートはちょっと厳しいですよね、それをやろうっていうのはあのなかなか無理かもしれませんけども、お互いにこう情報をあの発信するとかですね、うん、あのまあ、あの例えば、佐渡に行けば遠い金山のことも含めてこう勉強できるみたいな、そうですね、そういうことからやっていけば、うんうん、あのちょっとこうだんだん浸透してくるんじゃないかなと、うんうん、まあ、期待したいところなんですけど、僕やっぱ今回の、佐渡金山の世界遺産登録で、あ、土肥金山また見直されたらいいなって観光としてね、あそこなんか大きな金塊あるじゃないですか、そうそうそう取れないやつ、持てないやつ、ありますよね、あれでもなんか楽しくはありません、ね、そうですね、うん、あのなかなかその見れないし、見れないし触れないですし、あの砂金集めも ね、 いいですね、できたりしますから、 そこはやっぱまた注目されてっていうところがあればいいですよ ね、 そ、 すね、まあ、その辺をちょっと知事が変わってもそれが続いてくれたらいいなと期待したい、それはまたこれからっていう、はい、そうね、ことですよね、はい、鈴木知事に期待したいってことですよね、はいはい、でも縦のラインやっぱり中部横断道できて、ね、山梨の方は行きやすくなってますからね、そうですね、やっぱりお互いにあの、まあ、海外も大事ですけれども、あのお互いの県民が行き来するみたいなのことって今までだとやっぱりちょっと限定されてたと思うんで、はい、まあ、あのそれこそ新潟の人が土肥金山ってどんなところだろうと思って、まあ旅行に来てくれたりとかっていうことがもしあればね、そうですね、うん、いいことだと思いますんで、いやしかも夏は縦のラインは涼しい方じゃないですか、一応、夏の旅行でこの縦ラインで山梨長野で新潟に行くっていうのも、うん、なんか面白そうな気がしますけどね、そうですね、いや本当にこれから盛り上がってくれたらいいですよね、ちなみにこれで日本の世界遺産は、文化遺産が21、自然が5で、はい、計26件となったということですけども、はい、あの最後に橋本さんどっか世界遺産も行ったことありますか？世界遺産ですか、まあ、富士山一回登ったことあります、仕事ですけどね、はい、あと、沖縄が好きで行ってたんで、沖縄どこですか？あの首里城とかあの辺の遺構が、そうか、うん、とかあと、まあ、もちろん京都とか、ね、そうですね、屋久杉は行きたいんですけど、ね、僕もないですね、ああいうこう自然遺産いいですよね、なかなかね、北上とか、ね、行ってみたいなと思いますけど、ちょっと、うん、今のところ行けてません、和歌山熊野古道の行きましたね、本当ですか、あの世界遺産ですよ ね、素晴らしいですね、さっきスタッフたちと世界遺産言い合ってて、全然出てこなかったです、改めてこのね、まあ、佐渡島の金山が世界遺産になったことで日本の世界遺産文化21自然5もね、ちょっとあの改めて見直すのもいいかもしれませんね、というわけで今日は橋本さん勉強になりました、ありがとうございました、ありがとうございました、今日の先生静岡新聞論説委員長橋本和之さんでした。さあ今回のこの内容を聞き直すことができます、 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今までも含めてアーカイブが上がっておりますからチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。